はい、どうも、あっちゃんです。本日も、あっちゃんの秘密の部屋、ランキング情報を配信してきます。主に仮想通貨ニュースと世界情勢、投資関連の重要なトピックをランキング形式で配信しています。その名も、あっちゃんランキング。楽しく仮想通貨ニュースとか、投資に関連する情報を配信しているサイトなので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。誰もあげない色々な仮想通貨系または投資の論文分析、英訳などもあるのでぜひ楽しみにしていただければと思います。リモートワークを行っている人たちの自宅が充実してきました。どうも、あっちゃんです。モニター1、モニター2、キーボード1、マイク、スピーカー、MacBook、おしゃれなディスクにチェアー。これはもう会社行きたくねー。ちなみにあっちゃんの部屋は子供の机と子供の椅子です。そろそろ体が限界です。ちょっと節約癖をいい加減に直したいと思います。さあ、始めていきましょう。本日もランキング形式でお楽しみください。はい、行きましょう。それでは第5位、じゃじゃん。アップル株は30%、または iPhone の販売が30%失うかもしれないについてね、ちょっとね、見ていきたいと思います。まあ、ちょっとね、なんでこの記事取り上げたかと言いますとですね、まあ、最近ですね、我がパートナーがですね、iPhone 11ですね、11ですね、あれを購入仕上がりましてですね、あれめちゃくちゃ高いですね、あれね、10万以上するんですかね、あの iPhone。かなり高級感あって、デザインもね、充実して、カメラが3つあるということで、何の意味があるのかというですね、この節約家、倹約家のあっちゃんからするとですね、なんであんな高いの買い上がったんだというふうにね、ちょっとね、思ってしまうんですけども、まあ、それちょっと関連して、どうもですね、iPhone がやはりこのコロナの影響で、販売数が3分の1に減少する可能性があるというふうに、まあ、言われてます。まあ、当然ですね、店頭、おそらく外出規制があるので、まあ、しかもね、経済のね、結構影響がもろに受けてるということで、まあ、経済のパンデミックですね、このあたりの影響でかなりですね、販売数が減少するんじゃないかといったところですね。まあ、あとはですね、平均販売価格の低迷も続くということもあって、アップル社の、価格の目標ですね、233ドル引き下げ、株価も含めてという、こうね、アナリストが発言し始めていっております。いよいよガーファの一角となるアップル、減少傾向かといったようなところですね。はい、アップル株もね、結構ね、減少傾向になってるような形です。ただね、アップルの従業員、または経営責任者からすると、意外とね、パンデミック後のね、見通しは楽観的だというふうに、述べておりますが、さてどうなることやらといったところではないでしょうか。iPhone SE ですかね、結構価格が半分ぐらいになる iPhone ですね。リモートが中心になって、外で遊ぶことも少なくなって、やはりこう、インターネットとか Zoom とか iPhone とかあなたより充実させていくと、動画とかね、いろいろ見る人も増えるだろうし、ゲームも含めてね、そういった意味だと、もしかしたらね、これは楽観的な見解をね、With コロナ、アフターコロナで、こう、CEO が歌われてる通りの可能性もありますけども、いよいよ経済の大打撃が始まっていくといったようなところではないでしょうか。はい。はい、続いて第4位、じゃじゃん。仮想通貨リップ、人気第1位、ユーザーの5割が投資、イートローで、ソーシャルレンディングとは皆さん聞いたことありますでしょうか。ソーシャルレンディングとは、ネット上で、お金をね、借りたい人、企業とかね、含めていると思うんですけど、そのネット上でお金を貸したい人、または企業を結びつける融資仲介サービスのことを言うみたいですね。類似のサービスに、投資型クラウドファンディングとかね、貸金業法の金銭消費賃借契約を伴うものや投資、株式投資型などの形態があるというふうに言われてます。で、そのソーシャルレンディングプラットフォームのこのイートロですね、イートロのね、このレポートによると、どうもですね、リップルが結構ね、買われているというような情報の
ようです。まあでもこのイートロのユーザーがねどれぐらいいるのかといったところはね怪しいところではあるんですけども、まあ Q1 1月から3月の仮想通貨のレポートの発表の中で 54.5% の投資であるリップルがな人気だということですね。でまあリップル以外にもビットコイン、ライトコイン、イーサリウム、まあまだライトコインっているんだね、そういったねところが主だったところのようです。でまあ圧倒的にね XRP、リップルでビットコイン、イーサリアムということで、まあ上位3つはね、もう皆さんご存知の通りの暗号資産ではないかなというふうに思います。でまあ補足にライトコイン、ステラ、ダッシュ、匿名通貨ダッシュ、ビットコインキャッシュ、カルダーノ、ネオ、ETC、イオス、アイオータ、トロン、テゾス、最近人気のテゾス、まあいろいろあるようですね。はい。でまあリップルはですね、まあかなり価格が下がっているということもあって、まあ、ひょっとすると半減期どう左右するのか、まあまだね、価格が下がる可能性もまあ当然ありますけれども、まあリップルね、まだまだ強いというところでございます。まあただですね、リップルもですね、こう取引所の取引高として、まあチェインリンクに抜かれたとかね、まあそういった情報もあったりするので、このソーシャルレンディングのプラットフォームどう判断するかは、まあ、全体のね、まあ、暗号資産仮想通貨の取引のボリュームによってちょっとね意見が分かれると思うんですけども、まあ、こういったねソーシャルレンディング、まあ、スマホネットだけで決済仲介を行ってやり取りできるといったところもね今後伸びていく可能性も当然あるので注目のため取り上げてみました。はい、続いて第3位、カナダのビットコイン投資は ETF 証明にの追い風に米バンエクということでね、やってきました裏切り者 ETF 承認、ついにまたですね証拠にもなく追い風というようなねちょっと情報が入ってきましたんでちょっとお届けしたいと思います。バンエク裏切り者バンエク、バンエク責任者がナスダックの番組に出演と、裏切り者バンエク承認しろや、上場投資信託 ETF 専門企業バンエクのデジタル資産部門の責任者を務めるガル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 氏が米ナスダックの番組に出演して、ビットコインの投資信託カナダで上場したことや BTC ゴールドの相関性が高まっていることを語っています。ということでですね、まあ、ETF 承認と2019年からねもう耳にタコができるように ETF の承認の情報がね流れて買ってしまった人もね当然いると思うんですけども、また2020年ビットコイン半減期の中でこの ETF 承認というのが出てきました。でまあカナダでは今月9日初めて BTC 投資信託の証券取引所に上場と、投資信託は上場取引型金融商品 ETP と同様の仕組みで現物が購入できない、まだ購入できないを望まない投資家ビットコインを自身の金融ポートフォリオに入れることができる金融商品だというふうにおります。でバンエクのビットコイン ETF を含む仮想通貨 ETF の申請は SEC 米証券取引委員会に承認されない状態が続いていると、まあ同社 CEO1 月に、まあ、出演した時に近いうちに米国 ETF を実現することは考えにくいと、まあ、見解を述べてたと。そんな矢先、それなのにもかかわらず同じ北米 BTC 送信託の規制機関に承認されたことは ETF 承認追い風になるかもしれないと、また証拠にもなく ETF 承認するかもしれないと言い上がってます、このバンエク。まあなかなかですね、かなり薄いネタのまたバンエックの ETF 承認示唆ということでですね、まあなかなかどう判断するかはまあ難しいところではあるんですけども、まあいずれにしてもねこの米株価指数そして原油、まあ、どんどん下がっていってると、そしてまあこのコロナの状況はですね経済に大打撃、そして長期化する、まあコロナが一旦収束して解放する宣言が出てもまた感染すると、そういった繰り返しをですねまあ1年2年と続けていくウィズコロナが当然出てくるというところですね。そしてまあ新薬とかね、まあそういったね、まあインフルエンザのタミフルじゃないですけども、そういったのがなかなかね開発されるのはまだ時間かかるということもあってですね、まあ今後どうなっていくかといったところはあるんですけども、こういったコロナの大被害、経済の大被害においてこのね ETF 承認というところがもしかしたら追い風になるのかどうかといったところはねわからないですが、また2020年入ってからこの ETF の話が再浮上してきました。バンエク今度こそ ETF 承認してくれ。はい、続いて第2位いきましょう。第2位は安定したコインのビジネスは増加しましたか、ステーブルコインは増加しましたか、暗号通貨は弱体化してます。第2位です。
はい、皆さんステーブルコインはご存知でしょうか。まあ、主にドルとね連動してボラティリティ変動が少ないコインをステーブルコインと言います。まあ、ステーブルコインの中にもいろいろですね、まあ、取引所であったり、まあ、企業であったりというのが発行してますけども、まあ、ステーブルコイン、まあ、4月までに80億ドルに達しているということがあるんですけども、暗号通貨はですね、まあ、減少してしまったと、取引が減少しましたとしてしまったというふうにあります。まあ、コロナの影響に、まあ、役立ったステーブルコイン、暗号資産の中では、まあ、ステーブルコインがねコロナの恩恵を受けたといったようなねちょっとね見解が出てます。まあ、当然ですね、まあ、市場の状況によって、まあ、トレーダー投資家はね、安定したコイン、まあ、現金もねある程度抑えておき、たいですし、リスクとして、まあ、そのあたりで、まあ、変動型の多い暗号資産は、まあ、安定したコインに打ち負け、まあ、弱体化しているということですね。で、まあ、安定したコインの取引の増加ね、まあ、それはやはり暗号通貨その他アルトコイン、ビットコインには非常に脅威なんですけども、こうとはいってもねステーブルコインね、まあ、通貨のね価格回復のためにねこう安定したパターンをこう形成するのに役立つということもあるので、まあ、よくね前から語られているビットコインが下がっても上がっていくというのは、まあ、テーザーとかが、まあ、USDT 建てのステーブルコインをね発行数増やしたりというようなところもあるかなというふうに思います。で、まあ、今後ですねこのステーブルコインがねどういう位置づけになっていくのか、まあ、当然ですね投資家一般庶民としてはこの変動が常時あっては困るということはあると思うので、まあ、デジタル通貨、国が発行するデジタル通貨なのか、こういったね ステーブルコインがベースになってくるのか、まあ、その覇権争い、既得権益いろいろありますけども、さてさてデジタル通貨、暗号通貨が、まあ、今後ね、より需要が高まっていくのはもう間違いないというところはあるので注目かなというふうにおります。はい。で、まあ、当然ですねイーサリアンのペアだったりUSDT ペアだったりビットコインペアだったり、まあいろいろありますけども、さてさてこのステーブルコインのね、まあ、取引の上昇はどう見るべきでしょうかということですね。まあ、暗号資産ボラティリティの変化でお金を稼ぐということもあるんですけど、もしかするとこうステーブルコインで稼げる方法がもしかすると出てくるかな、まあ、全くね今アイデアはないですけども、そういったところもちょっとね考えていけたらいいのかなとちょっとね今思っております。はい、それでは栄えある第1位はじゃじゃん、大量の給付金が、コロナへの給付金がビットコイン投資に流れた可能性がある。ということでですね、来ました、新型コロナウイルスへの給付金が元かということで、まあ、アメリカでですね新型コロナウイルス経済対策として、まあ、1200ドルが給付されているということが、まあ、給付されようとするということがあります。で、まあね、この仮想通貨取引所コインベースの、ね、CEO がですね、まあ、なんか入金が急増していることをね、まあ、明らかにしたということがありました。で、まあ、一定の、ね、年収を下回る人を対象にね1人当たり1200ドルの支給を、ね、決定してすでに配布が決まっているということなんですけれども、もうこれはね皆さん非常に危険ですよ。この1200ドルぴったりでの購入預金の割合が増えているということをね示すこうね、画像がこうここに、ね、ツイートされてます。まあ、ここもねちょっとね本当かいなというところはあるんですけども、これねちょっとね皆さん本当気をつけた方がいいかなと。まあ、日本人もね10万円というね10万ポッキリという給付が、まあ、ありますけども、これをですねどう見るかということですね。まあ、これをですね、まあ、一攫千金狙うとビットコインを買おうとする人も当然いるんじゃなかろうかと。まあ、当然ね我々のようなね昔からの仮想通貨フォルダー投資家としてはですね、まあ、どんどん実需が増えることを望んではいるんですけども、もうこのね給付巻き上げをこうね当然ね狙ってる国家はありますよ。まあアメリカも日本もそうですけども、日本人カモにされます、気をつけてください。これはですねこの10万人をビットコインにね投資する人、まあどんどんねやってほしい、実需が増えるんだとやってほしいという思いはまああるんですが、まあ、ちょっとね私の視聴者の方に関してはですね、ここをあえてねちょっと考えていただきたいというのがありますね。まあ、私はですね、まあ、家族のためにそしてね自分のための投資に10万円っていうのは非常に高いと思うんですよね。これはですねこれからの不況の時代、10万円あればねかなりね自分を自己成長できるということはもう間違いございませんと。まあ、何に使ってもいいです、本でもそうですし、まあね、ゲームを極めるとか、これから新しい時代、新しい仕事のあり方というのはね、まあ、サラリーマンだけでは当然なくなってくると思います。クリエイティブな仕事、そしてですねデジタル盛んになってくると思います。当然ブロックチェーンを学ぶということもね当然やっていくべきかなというふうに思いますので、まあ、そこにねぜひねこの10万円を投資してもらえれば日本人もアメリカ人も思うんですけども、こういった情報が出てきてしまいました。皆さんかもられないように気をつけていきましょう。ということでですね、本日も5つのランキング上位を発表させていただきました。私あっちゃんの秘密の部屋で
情報を配信しています。ぜひね、いいねボタンよろしくお願いします。そしてコメントもね、いろいろとどしどしお待ちしております。チャンネル登録もお待ちしてます。それではまた、ありがとうございました。あっちゃんでございます。